ルポルタージュ、自然治癒、レポーターの小川です。今日はまたとない機会に恵まれましたので、レポートします。ご覧の通り、目が殴られたようにボコッと、鼻も曲がってまして、頬骨もこれ骨折陥没してるんですけど、まるで殴られたようにと言いましたが、本当に殴られた私。気持ち悪い方もとっくに消してると思いますが、まあ私と同じく変わった方は最後まで見るでしょう。なぜ私が殴られたのについてまず状況をお話ししますと、先日10月29日ハロウィンの日、私はちょっと、都内に出かけてまして、重大な会議をこなしましてですね、で小田原駅に着きまして、小田原駅でですね、まあ3回目に行った店、そこは店の名前今のところ伏せときますが、まあ、気に入ってるお店で、オーナー兼店長がなかなかイケメンでいいやつなんですね。先日この事件の時に初めて年を聞いたら、私の1個上で51歳なんですけど、まあ名前も言いました、石川さんという方、いい方なんですが、この店が、まあ、パーティーで盛り上がってまして、仮装パーティーがどんなにアホなのかっていうことをね、私はハロウィンを日本人がやるのをとても冷ややかに見てる方なので、その日は私は特にコンサバティブな格好をしてまして、ネクタイこそ外してましたが、ツイードのジャケットにカーディガンにね、結構トラッドな格好をしてまして、まあ中に行ったら私ダンスが好きで、昔クラブのオルガナイザーとかやってましたから、ダンス自体も結構かっこいいとふうに思っているんですが、結構酒も飲んでましてね、気持ちよく踊っていたら、仮装してる、マリオかなんかの仮装してる女性4人組、まあ20代後半かな、まあ私に対して目がハートだったんですね、私の解釈では、ハートだったと思ってると。彼女たちはどう思ってるかは知りませんけど、まあそんなこんなで彼女たちに言われたのが、こう目が合うとですね、もっと踊ってもっと踊ってってすごい笑顔で4人ともこんな感じでやってたんで、私マイケル・ジャクソンやったりも大変忙しく踊ってたんですね。そしたらですね、私の近所でなんか暗い影がする、ちょっとガタイのいいですね、チンピラ風の男がですね、まあガンくれてたと。こう嫌な目つきで私のことを見ていたというのはちょっとうっすらと覚えてるんですけど、そして彼女たちが円形テーブル、6人掛けの円形テーブルに座り、で4人だったもんですから2つ椅子が余ってたんで、私は、まあ、ごく自然になんか彼女たちのこのスマイルに流されるままその席に座り、まあ楽しく乾杯したりとかしてた。そしたらですね、私も一人だったんですけど、そのチンピラ風の男がですね、まあ、調子よくもう一つの席にこうかけてきてですね、かけてくるのはいいけど、いきなりこう、自慢話を始めたんですね。その自慢話というのが、私全く記憶にないんですけど、まあ、どっちらけの話をするわけですね。それで、女性はその空気読むのうまいですから、なんかこう、何この人つまんないこと言ってんのみたいな顔を、彼のことをもうガン無視してですね、私の方と話に集中していて、また彼が話すんだけど、まあまだ自慢話なんですね、すべてが。それで、もう、なんか別れるでしょ、こう、何こいつみたいな顔して、その女性の中でもね、一番イニシアチブを取ってる女性と私が親しくて、親しく話したんですけどね。で、つまんない話するなよ、みたいな感じでね、こう、見事にこう、彼、チンピラの気分を害したと思うんですね。まあ、私に向かってですね、おい、おい、おいですよ。もう、どこも紳士的な態度じゃない。シャンパン入れろよ。命令口調ですよ、私。この私に向かって。シャンパン入れろよと言われたんで、おめえが入れんだったら入れてやるよって。先に入れろよって。ね。
まあそんな感じで、こういう人に下手にの仕事がお前が入れるんだったら俺も入れるよと。ちょっと私つい凄んで言ったけど、もっとおとなしく言いましたね。お前が入れるんだったら、先に入れるんだったら、お前が先に入れるんだったら俺も入れるよと。うん、そう言ったんですね。あんまりシャンパンなんか飲んだこともない、たまに飲んでね、気分が良くなっちゃうようなこのチンピラでしたから、まあそのように言ったんですね。まあね、この彼もね、楽しくそんなね、仮装してる女性と一緒に飲むんであればね、シャンパンぐらい自分が飲みとければ入れればいいって話なんで、そしたらなんか言い訳始めてですね、ごちゃごちゃ言ってるもんだから、またくだらないこと言ってるもんですから、まあレベル低い話はまあいい加減やめろよと、レベル低い話お前いい加減やめろよと、私こう言ったんですね。まあちょうど右側に彼がいて、私がいて、至近距離だったんですけどね。レベル低いだとっていうので、こう、彼がブルブル行かれてるのが分かったの。私、こっちの話に集中してて、なんか、様子がおかしいなと思ったら、もう、すかさず、思いっきり体重を乗っけた、ストレートがここに、バーン！もう、星です、星。その後、鼻血ブーですよ。ブーブー、ブワーン！なんじゃこりゃですね、これ。太陽に吠えるの。なんじゃこりゃ。こういう世界で、やってしまってですね、私はもう何が何だろう、もう全然わからなかった。ただ今となっては反省するのは、そのような、ちょっと私動物的感が落ちてたんですね。このような怪しい男はもしかしたら暴力を振るうかもしれないなと。まあ確かに見た目こうね、まあ、チンピラっぽい。ちょっとガタイのいいチンピラで、パンチ力がある感じはしましたからね。ちょっと私のガードが甘かったな。もうそんなこと言ってもね、まさかでしたからね。そしたらさすがに、まあこの4人の女性、まあ女性っていうのはね、ほんとこの3人の女性特に本当に優しい方でしたね。はい。私の両サイドに来てもティッシュをバンバンくれて、とにかく鼻血ブブだから。もう大丈夫大丈夫ってこと、私の横にいたってことは、その彼はあっという間にですね、その場を立ち去ったんですよ。ハロウィンのパーティーでしたし、もう深夜12時超えて1時ぐらいでしたから、まあ終電で帰る方はもう間に合わない時間でしたからね。それで結構フロアの中ではそれほど多くなかった。それで私は私は鼻血を出しているんだけど、私もその時に思ったのは、もう大丈夫って言ったんです。もう大丈夫だから、もう少しで帰るからって。ね。殴ったやつの方が痛い思いするから大丈夫だよって。で、そりゃそうでしょ。ハロウィンパーティーでね、仮装してる女性たちがね、もうパーティーを楽しみにしてきたのに、中年がね、中年を殴って、殴られた人間が鼻血ブーブーみたいなね、そんなの見たくないに決まってますからね。ですから私はとにかく、もうツイードのジャケットも血だらけ、カーディガンも血だらけ、パンツも血だらけ、まあ、とか大丈夫大丈夫って言って、ちょっと頭フラフラになりながら、その先ほど言った石川さんに、まあちょっと暴言吐きましたけどね、さっきの野郎が、まあ、常連だったらぶっ潰してやるぞ、この野郎。こんな感じでですね、この店ごとぶっ潰すぐらいの勢いで言ったんですけど、まあね、まあ、俺に免じて、みたいな感じ。まあ石川さんほんといい方です。その後ね、実況見分っていうんですかね、刑事連れてその場に行った時も店閉まってたんだけどね、開けてくれたりとか。本当にね、彼いい男なんですよ。それに比べてチンピラは、やっぱダメ。やっぱりね、人相が悪い奴は、決まって俺のこと嫌いですね。私、顔がどっちかというと昔からですね、まあ最近はちょっとダメなんですけど、整ってましてですね。ブサイクでも可愛い顔した人は性格いいんですけど、ブサイクでかつ卑屈なやつ、まあただのデブみたいなやつですね。例えばね、愛嬌のないやつとか、なんつったらいいんですかね、人相に現れるんですよ、やっぱり。本当にこれはそういうやつには必ず私嫌われるっていうのを今回すごく実感したんだけど、まあそんな感じでですね、まあ命からがらまでいきませんが、負傷を得て、タクシーに乗っても吐き気はするし、もう家帰ってたら全部裸になってパンツ一丁で、ベッドに入って、起きたらまたベッドの血だらけみたいな感じでね。まあそんな感じで起きたのが次の日の30日の12時でした。
で、真っ先に、やっぱ脳神経外科行った方がいいかなと思ってですね、緊急の脳神経外科まで、まあ、当然救急車なんか私呼びませんから、ね、行きまして。そしたら、まあ見事にここが陥没してて、脳波は異常なしと。ただし鼻がこう埋没して、これは、形成外科のうまいとこ行かないと治らないよと。このまま固まって、鼻が回ったままだって言われたので、もう大ショックでですね。今日タイトルにある通り、顔面骨折は痛くねえっていうのがメインなんですけどね。私、スキーで複雑骨折、オートバイでも、膝を中心に結構骨折で、体中ですね、骨折はいろいろ経験してるんですけど、顔面は痛くない。まあ、おかげでですね、病気の縁が全然ないんですよ。怪我は多いんですけどね。まあ、10代の頃、正直かなりやんちゃしてましたから、まあ、殴られたことも何度もあるし、ね、西尾様んち喧嘩したとこもありますから。まあ、痛みには結構強いんですけどね。それでも本当に痛くない、そんなに。レントゲン見たら結構すごいですよ、こっちの。あ、その後ですね、病院に行った帰りですね、そのまま警察署に行ってですね、強行課っていうね、強行係ですか、刑事にすぐに呼んだら、もうこの刑事に最初から私一発目で言ったのが、刑事さんさ、俺、警視庁の公安課長と個人的に、まあ、月に1回ぐらい食事する仲なんだよと。その公安課長っていうのはね、どう立場かあなたわかるでしょうと。で、この人の同期が神奈川県警、ですね、お宅の神奈川県警のトップの警視、あ、警、えー、県警部長だと。ね。同級生ってのは知ってるんだよと。で、個人的に関係をずっとこのね、公安課長さんと築いてきてるから、そっちの方から圧力かけてもいいよと。とにかく、真剣にこれね、傷害事件として、全治2ヶ月ぐらいだから、もう真剣にやってくれって、最初からもう言ったんですね。まあ、そう言うまでもなく、そこの、刑事のですね、担当のね、T さんはね、まあ、とても、できる男でしたね。もうすぐに、衣服をね、血のついた衣服写真撮れない、何も段取り完璧にやってですね。で、翌日っていうのは今日だったんです。ああ、その日の夜か。その日の夜に、石川さん休みだったんだけど、店開けさせて、まあ、刑事と制服と、まあ、5、6人でですね、実況見分っていうやつですかね。実況の再現と写真とか全部やりまして。それで今日は形成外科に行ってきまして、女医さんが結構経験値があるということをよくね、調べたところに行きまして。で、鼻のこれをね、最先端の治療法で、治しますというのでね。はい。ギブスはこの後するんですけど、まあ、これから経過観測をしていこうと。基本的に私は、ルポルタージュ自然治癒です。冒頭から申し上げている通り、西洋の薬は飲みません。西洋医学の薬は飲まない。これも絶対に飲まないって決めてる。ただし、これもルポルタージュ自然治癒です。冒頭に申し上げている、緊急医療外科のお医者さんには大変お世話になると。今までもそうでしたし、今後そんなことはあんまりあってほしくないんですけど、そういうふうに申し上げてきた通り、それを実行しようということですね。はい。そういうことで、最後まで見ていただいた方は、私の本当の心のお友達かもしれません。はい。ありがとうございました。以上、これから、経過観測を自分で自分を見てみたいと思います。ありがとうございました。